地球生まれのレプタニアンについてお話ししたいと思います。恐竜時代は1億5000万年もありました。ですから、爬虫類系の大世界ですよね。で、1億5000万年ですから、やっぱりね、知的生命体にまで進化してるはずなんですよ。で、当時はだからレプタリアン、爬虫類系の人類がいたと思うわけです。で、その後人間がこの地球に来て、最近の話ですけどね、ここ10万年ぐらいかな、地球を支配するようになったと。人間というのは宇宙人によって作られた、何て言うかね、実験みたいなものなんですよね。五色人というのはね、赤、黄色、白、黒、ブルー。で、その五色っていうのは各種族が、競争みたいに作ってみたわけですよね。やっぱ宇宙人もね、生命をいじるっていうのがやっぱし、なんていうかね、進化の一つの楽しみというか、なんていうか、目標なわけですよ。宇宙が生命を作ったのをね、やはり真似したいんですよね。そういうことで、後で人類が地球へ来て支配したと。で、前のレプタリアンは地下に入ったとかいう話もあるわけですよ。だから宇宙から来たレプタリアンとは違うんですけど、同じ爬虫類系なんで、仲間意識はあるわけです。問題は、宇宙の法則から見れば、後から征服しに来た人間っていうのは立場的には弱いわけです。もっと言えば、消滅させられても文句は言えないっていうわけですよね。地球を横取りしたわけですから。そういう意味では、宇宙的に言えばね、生存権をなくされてもしょうがないところがあるわけです。今日は以上です。ありがとうございました。